よろしくお願いします。ちょうど予算委員会も今日から始まったということであります。今日は特に私の方から何か発言というのがございませんので、ご質問を受けたいと思います。質問ございますか。共同通信の上西からです。普天間の問題なんですが、鳩山総理は決着時期について5月末までに、日米合意に持っていくということを何度か言われているんですけれども、沖縄の基地問題検討委員会の、事実上の責任者というかをされている平野官房長官が今日会見で、5月までに日米合意まではちょっと難しいかもしれないというような発言をされたんですけれども、委員会で その検討作業、新たな移設先探しの、作業状況、進捗状況について、を知りたいと思います。はい、ちょうど今、私も予算委員会、陪席しておりまして、抜け出してきたんですけれども、その中で皆様もお聞きになったと思いますが、総理の口からはっきりと、5月までに、結論を出すと。というふうに言っておられますので、午前中の官房長官の記者会見のその、議事録っていうんですかね、これもいただいてますけども、最終的にはやっぱり5月までというようなことを官房長官も言っておられますので、その点は今までと変わりないと、政府としては5月までに結論を出すというこの基本線で、今日も夕方委員会がありますけれども、週に1回ということで、この委員会の協議を進めていくということでございます。毎日新聞の野口です。同じ質問なんですけれども、その5月までの方針というのはですね、その検討委員会の中で結論を得るのが5月までなのか、それとも日米、あとは沖縄との合意をすべて得て最終的な基地問題の結論を得るのが5月なのか、これは政府としてはどちらのという見解でしょうか。私は外務省の政務三役なんで、政府としてはということは、やはり官房長官、あるいはまた、総理ということになろうかと思いますが、私の理解するところは、先ほど申し上げましたように、政府として5月までに結論を得ると、当然アメリカ側との協議、交渉というのも含まれてということだというふうに理解しております。ここにご質問ございませんか。共同通信上西からです。今週末に名護市長選挙ありますけれども、これは移設先探し、検討委員会の協議にですね、その結果というのは何らかの影響を与える恐れはありますでしょうか。これも今日も予算委員会で質問があったと思います。やはり、今名護の市長選挙が行われていることは承知をしておりますが、そのことに対して、コメントをする立場で、はないし、また当然沖縄の県民の皆さんの、気持ち、声を、十分理解をして、汲み取って、ということはもう再三総理も言ってるわけですから、総合的な判断ということだというふうに思います。ここにご質問ございませんか。ご質問ございますか。ありがとうございました。